よろしくお願いします。もしやったら私がこう振ってもいいのかな。ブレるじゃん、ブレちゃうかブレるし力入るしそっかああ、肩気持ちいいです。ああ、それはすごい響きますね。はい、なんか耳の方に来る。はい、ああ、肩だとやっぱりここ入れてほしいんですね。ああ、響く。なんか顎とか側頭筋の方に広がる。結構その側頭部の方に響く感じはあると思います。うんうん、あります、あります。ここからここあと耳の方とか。これ人によってこっちに響く人もいるし、うん、頭頂部に響く人もいるし、脇の下とかに響く方もいるみたいで。反応は結構人によって違いますね。あ、そうなんですね。そうやって決まってるもんじゃないんですね。そんな血がバラバラなんですね。同じところを押しても結構響くポイント違ったりしますね。どこがその凝りに関係してるかが違うんですね、きっとね。そうなんでしょうね。原因が違うっていうか。それ難しいですね。そうですよね。こっちから狙ってアプローチかけてもわからないし、うんうんうん、響かない人は響かないし。まあそうですね。教科書だとある程度あるじゃないですか。ここを押したらここがに反応があるっていうか、はいはいはい、トリガーポイントって。そんなにでも関連通って100%じゃない。厳密にはっきりと、うんうん、まあね、出ないと思いますね。確かにね。まあ多分あくまでもそれが多いよとかいう感じなんですかね。うんうん、やっぱちょっとずれただけで反応変わったりしますからね、うんうん、まあね。本当に分かんないことだらけですよ。まあ、体はそうですよね、うん、まだだって医学自身が体のこと全て分かってないから、うん、いや本当ですよ。だって薬とかだって特効薬なんか数パーセントですからね、うん、ほとんどはまだまだ、まあ、研究の余地ありっていうか、うんうん、ああ。横向きの時って下になってる方がなんか、まあ、痛いですよね、ちょっと。
安定が悪いというか、なんか置き場に困るというか、まあ、伸ばしてもらってなんか内側やったりとかそういう感じですね。全部できないですよね。全部は一度にはできないですね。だから、まあ、出せる面を出してやって、反対向いて出せる面やって両方やるみたいな感じですね。難しいですよね。そう、ああ痛い。これで痛いですか。いい、ちょっと痛いです。はい、このぐらいだったらね、暑いけど、まあ、そんな辛い暑さじゃないですよね。そう、まあ、やってればどうしても暑いから、うん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 、そんなもんですよ。そんなもんですよ。本当に呆れて、もうなんか本当だって、世の中にはね、その受付で寝てるのを注意されて、受付で寝ちゃダメって契約書に書いてねえだろって言い放ったやつもいるから。ああ、でももう、でも本当そんな感じですよね。うん、本当そうだと思う。うん、ただね、羨ましいのは、はい、あれ気づいてました？俺のスレッドは強もみの鉄なんですよ。花澤さんのは、はい、花澤さんって3月から。ああ、確かに、なんか人気の花澤さんについて語ろうですからね。そうそうそう、最初のあれはなんかそんな悪意ないですね。そうだから、うん、多分そういうとこからスタートしてるから、はい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 、ね、その辺が違うんです。違う、まだまだまだ全然甘い。嫌われ度が足りないですね。足りない、さんつけられてるだけ。そうですね。あと俺のスレッドなんかは、はい、ブログと YouTube が一番最初にあるのかな。はい、はい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 。でもね、うんうんうん、どっちかは、うんうんうん、その URL が載せてあるけど、うんうん、どっちかは載ってないから、うんうん、導けよって。あ、私のやつ全部ちゃんと網羅してましたね、一応。なんか俺のやつはせっかくスレッド立ってるのに導かれてないから、うん、あんまり宣伝にならないですね、うん、だからなんか文句言われて終わりっていうね。メリットがないっていう。メリットがない、導けよって。本当に今なんか千代大会で止まってますもんね。もう何がなんだかって感じで。足いきます。はい、バンド明らかにその関係者が書き込んでる書き込みもあるし、はいはいはい。思っても足気持ちいいですね。足は気持ちいいですよ。続けても気持ちいい。俺もやっぱりその肩こりで、あの肩しかやんなくてもいいよって言いながらも、ちょっとね、足をね、2、3分やられただけで、あ、やっぱ足気持ちいいなっていつも思ってます。気持ちいいよね。気持ちいいですよ。あと俺最近気づいたのは、うん、お尻めっちゃ気持ちいい。あ、そう。俺はもうすごい好きです。私の尻今痛かったから、あんまり今気持ちよくなかったな。これは別れるところで、ダメな人は本当ダメです。あ、痛くて全然やんないでいいっていう人もいるから。あ、ただ俺はもうすんごい気持ちいいなって思いますね。そう、うん、めちゃくちゃ気持ちいい。へえ。そう、最初から気持ちいいですか。いや、だんだん慣れたら気持ちいいみたいな、うん、なんか最初の頃はお尻やられても、うん、まあ、気持ちいいは気持ちいいけど、うんうんうん、その肩とかその首とか、うん、そっちの方が気持ちいい良さが強かったから。はいはいはい。だから肩首周りをしっかりやってほしいなと思ってたけど、最近その逆に肩首周りがもう感じなすぎて、もうなんかそっちの方が気持ちよく感じなくなってきて、っていうのもあって、多分お尻の気持ちよさが際立ってきた。あ、そうなんですね。うん、
だから片栗が逆にその気持ちよ さ最近感じられてなくて悪くなっちゃってるんですね。悪くなってるかもしれない。かわいそうに感じないんですよ本当に。へで感じるのが変なところに入った時に変な痛みだけは感じるから。ああそうなんだ。だから気持ちよさは感じ取れないけど苦しさは感じるから、うん、邪魔、なんかやってほしくなくなっちゃいますね、うん、逆にやってほしくなくなっちゃうけども、うん、ほぐしとかないとならないから、はいはいはい、しょうがないから受けてるけど。へえ、そうなんですね。うん、ただそのお尻なんかは割と誰がやっても気持ちよく受けられてますね今。はいはい、なるほどね。まあお尻の筋肉でかいから、うんうん、多少変なところに入っても、ああまあまあ大きく外れた感じにはならない。うん、で骨もあんまり押すこともないし。そうですね。まあ、たまにその、うんうん、大天使に圧が入るぐらいで。うんうん、うん、そう今言うなら大天使だなと思った。うん、そこぐらいしかねお尻周りってないからね。うん、あとは腸骨量なんかは入っちゃっても全然痛くないし。うん、そうですね。でもそんなにね、うん、そのだから、まあ、痛いのは大天使だけなんですよね、うんうんうん、だからそこさえ避けてくれれば、ね、割とどこを押されても気持ちよく受けられる。なるほど、安全牌の感じですね。そうですね、だから教えはもう気持ちすごく。なるほど。